はい、こんにちは、島です。ここではドメイン取得についてご紹介いたします。それでは移動します。はい、ということで今回は独自ドメインの取得方法に関して実際に取得してみようと思います。前回の動画で届いたメールにはこちらのユーザーアカウント情報が記載されていると思います。そこに記載のインフォパネルですね、そこに飛んで上に書いてある会員 ID とインフォパネルのパスワード、これを入力していきます。先ほどの URL を押すとこのページに飛んできます。それでは ID とパスワードを入力します。はい、このように P で始まる会員 ID とパスワード、これを入力したらログインボタンを押して進んでください。そうするとインフォパネルの管理画面に来ます。そうしたら左側にあるこの契約関連ですね、ここのサービスお申し込みをクリックしてください。クリックをしたら下の方に進んでいって X ドメイン、これの新規申し込みをクリックします。利用規約と個人情報に関する公表事項をしっかりと読んでその上で同意をしてください。そうするとドメインの新規取得の画面が出ます。個人的に .com がおすすめなので今回は .net と .jp に関してはチェックをここで外してしまいます。そうしたらこの部分に好きな URL を入力してドメイン名が使えるかどうかをチェックします。そしてこの時大事なポイントがあって、ここで入力する URL っていうのは今後あなたのサイトの大事なドメインになります。またもしサイト名が決まっているのであればそのサイト名と関連した URL がいいです。サイト名なんですけれども、もし可能であれば日本語で検索しやすい名前がいいですね。これはSEO の豆知識ではあるんですけど、ブックマークだったりサイト名で検索されるっていう風になると公式性という観点でブログの SEO のパワーが上がります。なのでもし可能であればブログの名前で検索されるような名前にした方がいいと思います。例えば僕であれば島ブログとか島公式ブログとかサイトのイメージがつかめていたらそれをもとにサイト名を決めていきましょう。ただ英語のサイトにするとダメかというと決してそういうわけではなく、僕は好きなドメインでサイトを作りました。なので僕はこうは言ってるんですけれども、もし可能であれば日本語名で検索されるキーワードがいいと思います。はい、そして島 TV でドメイン名をチェックしてみました。そうしたら取得可能ですというふうに表示されたので下のボタンを押して料金の支払いをします。はい、そうすると料金の支払いに関する画面に来ますので、銀行振込だったりクレジットカード払い、コンビニエンスストア払いなど好きな支払い方法を選択してください。僕はクレジットカードで今回決済しようと思います。クレジットカードの場合にはこの画面に来ます。なのでクレジットカードの情報を入力して支払いを完了してください。はい、支払いが完了するとこういった画面になります。メールが届きましたので開いてみましょう。はい、ドメインの申し込みが完了しました。これでサーバーとドメイン2つ申し込みが終わっているので、次回はワードプレスの導入をやっていきます。それでは今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。